はい、どうも皆さん、こんにちは、ミザでーす。ういうい。ということで、本日はですね、200L、大木塾ということで、まあ、前回の動画はね、結構なんか、面白い編成をしたような気がするんですが、今回は、ちょっとさっきの前回の動画のキャラクターを使わない、まあ、大木塾メインでやっていくって感じかな。正直、あんまり装備ないですよって人は、最終ハーゼ使っちゃうんだけど、こっちの構えが、剣豪の構えがかなり楽だったなっていう印象です。ハーゼ最終しなくてもいけるのかもしんねえけど、まぁ、ちょっとそのあたりはよくわかんねえっていう感じ。うん。まぁ、バジラとハーゼ入れて、あと1枠がかなりフリー寄りっていう感じだね。カトルの枠は、バレンタイン・カシウスでももちろんいいし、まぁ、ビカラでも大丈夫かな。まぁ、あとは、バザラガ、水バザラガでも大丈夫。アンでも大丈夫だね。うん。みたいな感じでかなり自由度は高かった。実際にちょっとそのあたりは触りました。ただまあタイム的には正直バレカシがいっちゃん早かったかな。うん。バレカシがね、ターン数、まあ結構リロード挟んでるんで、討伐時間ってよりもターン数見てほしいんだけど、まあ14ターンとかなんですよ。バレカシはね。で、まあシャレムとかが、シャレムが18ターンだったね。シャレムもいけますね。で、アンだね。アンが18ターンで、カトルが19ターン。うん。で、水バザラガが17ターンみたいな。うん。単数的に見たらカシウスが一番短かったなっていう感じになってるんだけど、まあ結構このあたりは本当に自由枠っていうようなところだけ分かってもらえれば。はい。で、武器編成こんな感じだね。無名金重剣豪。で、まあちょっと装備的には緩めにしてあるって感じ。まあかなり安定感あるんで、まあ、メイン石今回バブなんだけど、神石とかマグナでもいいかも。うん。神石とかマグナにして、まあ、週末を英傑スキル。英傑で必殺入れ、英傑でちょっと奥義性能を上げたりとか、まあ、とそれ以外だったらブルースフィア入れて、バルナ入れてブルースフィア入れてとかの方が多分早いかなっていうような感じですね。まあ、このあたりはちょっと各自調整を試みてください。耐久力はね、ほぼ問題なしだったんだけどっていうところだね。うん。まあ、一応そうは言っておくわ。クイック召喚超越ルシです。まあ、クイック召喚もね、まあ、ジャスティスでもいいと思う。前回の動画のね、ジャスティスでも全然、ジャスティスクイック召喚でもどうにでもなりそうな感じはしたんだけど、まあ、今回は超越ルシ使ってみましょうか。っていう感じです。まあ、もし持ってたらこちらの編成結構楽なんで試してみてください。それじゃあ、早速、やっていきましょう。うい、うい。はい、対戦よろしくお願いします。行きまーす。あ、ちなみにサブメンバーなんだけど、マリア・テレサおすすめです。はい。まあ、ここの真ん中に入れるキャラクター、カトルはまだいいんだけど、真ん中に入れるキャラクターにもよるんだけど、まあ、デバフが結構少ないんですよね。ハーゼリーラが一アビの永続デバフを持ってて、まあ、あと、バジラの一アビぐらいになってるんですよ。で、まあ、主人公がディスペルを持つんで、デバフがね、この真ん中のキャラクターが持ってないと、ちょっと大変だったりするんですよね。なので、そこら辺考えたら、まあ、マリア・テレサを入れて、少しでも、攻防ダウン累積を入れた方が安定感があるかなーっていうような感じがしました。はい。で、まあ、それ以外の部分で言うと、まあ、カトルの枠ね、本当に、まあ、案がやっぱ一番、持ってる可能性的には高いのかな。カトルは採集しとけば問題ないかなっていう感じで、スロー目的での採用なんで、うん。まあ、採集してればどうにでもなるかなって感じなんだけど、まあ今、俺のカトルは超越4だね。うん。140レベルっていう風になってるから、まあ一応伸びしろはまだあるけどっていうところだね。うん、回復足りないかな？俺正直ここの枠ね、回復キャラクターにしないとちょっとダメなんじゃないかっていう風に思ってたんだけど、あれだね。まあ、超越ルシと、あとハーゼリーラ偉いね。一アビのリンクアビリティで HP 回復するんで、うん。一アビで HP が回復するようになってるから、まあ、耐久力的には剣豪で持つようになってるんだよね。あとやっぱチェインバースト。4チェ以上のチェインバーストをすると、敵の攻撃レベルが下がるっていうようになってるんで、そこら辺考えたらね、敵の攻撃が、既存の、まあ、俺が1個前に上げた動画よりも、断然楽なんですよね。うん。簡単に言うと、断然楽なんで、うん、全然耐久もできていくっていうような感じになってますね。はい。さあ、これで 85% 踏めるかな。
バジラさ、奥義でディスペル持ってきたの聞いてるよな。あの、バジラの奥義ディスペルってさ、実装当初なんだこれみたいな、正直全然意識してなかった部分が俺はあったんだけど、いやもう、なんか、ここまで来るとちょっと認めざるを得ないかな。うん。正直申し訳ないが認めざるを得ない。奥義、バジラの奥義ディスペル、便利だね。うん、まあ、そういう意味で言うと、やっぱね、シャレムもいかったっすよね。シャレムも奥義、シャレムは奥義でディスペルとスローを持ってるので、で、あとデバフも持ってるし、うん、1アビもあるし、3アビもあるし、まあ、あと2アビでね、アビリティの使用感覚短縮とかもあるしで、そこら辺考えるとね、やっぱどうしても、あれだな。バジラ、あ、違う、シャトラにはちょっと魅力を感じるわ。リフレクトなんだけど、あの、リフレクト、奥義ダメージとかで消せる可能性があるっていうのも、奥義軸の強いところかなって思ってる。まあ、どういうことかっていうと、リフレクトって基本的に全部攻撃吸わないといけないじゃないですか。だからこうやって主人公のみ HP へっこんだりとか、例えばこの編成だったら、ハーゼリーラの1アビでリフレクトを吸い込んで、大変なことになるみたいな。結構あるんですよね。まあ、それは正直仕方ないんだけど、奥義でディスペルを持ってるキャラがいると、そこら辺ワンチャン、奥義ディスペルでリフレクト消せたりするんですよね。って考えたらかなり優秀だなって個人的には思っていて、ディスペルをバチコンバチコン組み合わせて、火ダメ固定を買った。で、今 74% だね。結構恐怖とか入っちゃうけど、なんか気合で耐えれますね。はい。ここら辺の恐怖とかもね、消せるキャラでも優秀かなって思う。なんか、リリーとかでもいけそうだな。触ってないけど。うん。正直触ってないけど、リリーとかにして、恐怖を絶対に、あんたの恐怖絶対に許さないなのみたいな形にしても、全然戦えそうかなっていうような感じがする。いや、このさ、HP、このリンクアビリティで HP 回復、これがね、偉いんでさなぁ。そん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 。さあ、65% 踏み込めますね。ここで火力をバチコン上げて、で、10ターン目に、HP50% 踏みたいんですよね。うん。10ターン目に HP50% 踏めるとかなりいい感じになるんですけど、気持ち悪い特殊技をかなり食らってしまいますが、はい。まあ、CT マックスと、奥義でスロー持ちはね、いいところとしては、あれなんですよ。CT マックス特殊を受けないので、まあ、必ずこうなるって感じ。アビリティ封印とか、まあ、必ずこうなる状態になるんで、まあ、そういう意味で言うと逆に安定するんですよね、この形が。うん、61%。うい、60%。うい。アブソリュートゼロ。59% ですね。さあ、ここから、ブボボボボボボボ。アビリティを連打していくんじゃぞ。フェイスオブザムーン、フェイスオブザムーン。これで奥義ぶちかまして 50% 踏めたらでけんだけどな。あ、まあここ結構ちょっと運悪めかな。まあ装備で火力もうちょっと上げて、10ターン目に HP50% 踏み込んだらちょうどね、主人公のディスペルとカトルの4アビが上がるんで、50% の特殊技を対処しつつ、50% の特殊技を対処しつつ、1アビ4連発でデバフをかけ直すことができるんだよね。まあ、でもこれも言うて悪くないか。あ、50% 来ましたね。うん。結構ギリギリだけど、まあ、装備もうちょっと火力寄せした方が、火力寄せしたらそのあたりは安定するんじゃないかなって思います。はい。ピビビン、ピビビン、ピビビン。で、弱体耐性アップがあるんだけど、このあたりは、まずディスペルで剥がせますと。視点より至りし、劇場の涙、それは、劇場の予兆！ディスペルかまして、攻防ダウン累積、
で、シュリーバトサで追加の、ランダムとはいえ追加のデバフを、ぶちかますことが可能です。はい。で、次にニアビも上がるんで、ここでディスペル。プラス、攻防累積ダウン。で、なんかアビリティガチャガチャやるから、バジラが奥義を連発するんで、紅葉とか、よだめアップとか、そのあたりのちょっと嫌なエッティなやつを、このあたりのエッティなやつを、奥義ダメージ30万具合割り。奥義ダメ30万具合割り。これで奥義ディスペルをバンバンかませて耐久力を上げていくってな、寸法でさな。モルスケルタ。で、モーントリヒト。うぃー。うおー、具合が悪すぎるま、ここシャレ、奥義でディスペル持ち、アンとシャレムだね。うん、アンとかシャレムだったら、このあたり奥義で、火ダメージ上昇とかも消せるから、まあ、ワンチャン、なんかダメージをより稼げるかも、みたいな感じだね。これで、ビビビビビン、HP 回復。まあ、ここら辺 35% ぐらいでね、強圧がついて、もう HP がほぼほぼ回復できない状態で突っ込んでいくことになるんで、うん。まあ、最後の晩餐と言っても過言ではないね。うい。これでディスペルぶちかまして、ディスペル偉いですねメメントモリ。モルスケルタ。で、奥義打って、まあ、これ35いかないね。オッケーオッケー。これで 36% かな？いや、36% すらもいかない。おい。で、CT マックス来るんだけど、35% 踏み越えていくんじゃぞー。で、おい。フェイスオブザムーンで、奥義ゲージ確保してあげて、35% 突撃をぶちかましていく。はい。33%。で、32%。削れていきます。まあ、奥義はやっぱりどうしてもただね、時間かかっちゃうね。演出の関係で、どうしても時間がかかっちゃうんですけど、まあ、ただその代わり安定してクリアできるっていう感じかな。装備がない人のお味方になっているのではないかなっていう風に思うんですが、はい。これで 27% ですね。ほい。で、フェイスオブザムーン。スペースオブズムーン。主人公がこういう時にね、リフレクトでね、とんでもないダメ食らうんすよ。まあ、このパターンはなかなか見てなかったけど、主人公がここまで落ちるパターンなかったけど、だいたいね、まあ、ハーゼが一アビ打って落ちたりとか、まあ、するパターンが多かったっすけど、まあ、どうにかなるだろう。よいしょ。頑張れー。これで、体で落とし切るんですが、さあ落とし切れるんでしょうか。なんならちょっとおじさん不安になってきたぞー。ドーン。まあこの辺りから結構アドリブだね。うん。でもこのアドリブはあんま聞いてなかったな。うん。本当に本音を申し上げるのであれば、このパターンになったことは、一応この編成、この形の編成ね、10回ぐらい試してんすよ。マジで。一応多分10回ぐらい試してんだけど、このパターンは初めてだね。これで、えい。まあまあ、マリア・テレサはね、表に出た時も結構優秀なんで、うん。一浴びでディスペルあるしね。あとは気合のパワーでどうにかなんとかなってくれって感じですが、おいおいおい、一浴びでデバフかけて、まあもう詰めるだけなんでリロードしてもいいんだけどね。まあもうリロードしてもいいんだけど、ありのままの討伐タイムをお見せするために行きましょうか。
で、10%。まあ、ハーゼリーラ採集してるとやっぱこのあたりでね、ハーゼリーラもアタッカーとして活躍できるっていうのは魅力的な部分だなって感じがするね。はい。はい。アビラティ使って、フェイスオブザムーンで扇ゲージバーコーン上げて、なんかアビリティポチポチして、うわ、ヨダメアップ通常痛そう。ここで死ななければ俺に未来はあるぞ。いや、ディスペルがある。なんて偉いんだ、バジラお前。ヨダメ上昇消えてなかったら死んでた可能性を感じている俺は。さあ、ダメージは。いや、ほら、ヨダメ上昇なかったらさ、ヨダメ上昇なかったら本当に終わってたな。これ、ここで終わんないと終わりか？こんな限界ギリギリファイトだったことはなかったんです。信じてください。うおー。でも言うてこれ 2-3% 残りそうだな。まあ、これは多分下振れの下振れなんで、まだまだ。まあ、逆にこれでクリアできれば、安泰まであるぜ。せい。残り 1%。おい。おー。マリア・テレサしか落ちなかった。そんなことある？力が満ち満ちに満ちて、あおー。ギリギリターンエンド。せい。はい。ちょっとギリギリすぎるな。普段、さっきはね、そんなことなかったんだけど。まあ今ので13分ぐらいなので、まあ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 って感じかな。うん、まあカトルがちょっと良くないかもね。うん、アンの方が、多分アンの方が安定する。かけました。アンだけにね、安定するちゅってね。まあディスペル持ちがいいかな。アンとか、まあ水着シャレムいるんだったらシャレムとかの方が。っていう感じだけど。まあ、あとは、あれだね。まあ、さっきもチラッと言ったんだけど、水バザラガとかもかなり塩梅良かったんで、うん、まあ、気になった人、持ってる人は少し試してみてください。ただ、バザラガって俺の記憶が確かなら、なんか出た時のガチャが渋すぎて、誰も回してなくて、誰も持ってないと思うんだよね。水バザラガは、まあ、ちょっと動画にしたかったんだけど、正直多分ちょっと誰も持ってねえんじゃねえかっていうところで、カトルにしましたが、多分アンの方がいいです。はい。まあ、そんな感じでした。まあ、もし、最終ハーズ持ってなら試してみるのもありかも。そんな感じです。参考になれば幸い。ほら、またお会いしましょう。じゃあね。バイバイ。